はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくりヨウムです。フランだよ。音色が聞こえてきたので近づくと。柏だ。この人馬宿以外では祠のヒント教えてくれるので重要です。馬宿で歌ってる歌はよくわかりません。ふーん。というわけで歌を聴きましょう。アギトって何？さあ、顎あたり、顎なんじゃないでしょうか。という歌らしいです。竜のアギト、そこに勇者の試練が眠る。結構そのまま言ってますね、この歌。ダムゼルだって。かっこいい名前。はい、こういうのはマップ開くんですよ、マップ。どう？蛇か竜か。そんな感じがあればそこっぽいのですが。あ、もろここじゃないですか。ほんとだ。蛇っぽい川にいい、竜のアギトを。ほら、いかにも遺跡か何かありそう。ここに適当なスタンプを押しておきまして。はい、オッケー。そっちに向かって頑張れ。道中はどんな道のりなんでしょうか。急にジャングルになりましたが。カトカーリとか。それリアルに辛いやつじゃないですか。とりあえず全体の地形を把握するためにも、豚どもの櫓に登ります。でもー、雷雨になってきたじゃーん。厳しい道のりの前兆。まあそれはそれである意味ワクワクもしなくもないですが、はい、ノーマル豚さん発見。もう最初から殴り殺したら？こいつだけならいけますが、近くにどれぐらいいるかわかりませんし、隠密にことを済ませます。というわけで他にも何匹かいたお豚を、葬ることに成功しました。大したことなかったね。今思えばそこまで遺跡の方に足を踏み入れてるわけじゃないので、特に重要じゃない櫓だったんだと思います。さて宝箱の中身は、サファイアゲット。ここが、例の神話で出てくる蛇の尻尾あたりかな？キノコゲット。そのまま上流に向かって歩いたらいいんじゃない？そうですね。なんかすぐに雨は止んだので崖を突っ切るのも可能ですが、素直に川を登っていくことにします。しかし、何もありませんね。トカゲ出てきそうだけど。なんか変な岩みたいなオブジェみたいなのはありますが。なんだろこれ。黒い殻マグネキャッチできそう。黒い殻って理由は安直ですが、しかしマグネキャッチはできません。てカメレオンおるやん、やっぱり。いそうだもん。まあ水に浸かってるやつは、範囲攻撃で痺れるがいい。おう。けど威力が思ったより高くない。弓矢は決めましたが、所詮豚が作った弓。やはりこれも入れたい。と言いましたが、この弓下手な弓より攻撃力高いですね。普通にカメレオンが強いの？確かにカメレオン、そこらの豚よりは強い部類な気がしますが。ってもったいない。痺れろ。効果抜群ってわけじゃないのね。そうなんですよねー。はい、この隙に槍をほいほいほーい。遠くに弾き飛ばしちゃった。はい、害虫は弓で駆除しましょうねー。もうゾーラの服に着替えて泳いで渡ってます。泳ぐ必要ある？いや、普通に走った方が早かった。で、もう竜のアギトーのところに着きましたね。意外に近かった。でカメレオンかな。みんなでお出迎え。そうなんですよねー。戦闘服で。で、危ね。今までのカメレオンはせいぜい槍でついてくるぐらいでしたが。で、数が多い。危な。めちゃくちゃ囲まれてるくない？確かに、淡々と語ってきましたが、これ結構厄介な状況ですね。雷対策に耳飾りつけてっと。水に入ったら危なくない？今気づいた。あれあーす。気づくのが遅かったです。しかし、どこから攻め。決めた。あいつを殺す。いけー。殺す。まあこういう端っこから攻めれば、全方位から袋叩きにされる心配はないので、理にかなってると言えるでしょう。救兵のお前にはこれで十分。ほれー。おら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 。下に落ちちゃった。ちょっと面倒。やめろ。ドラ処理で耳合うしな。と、まあまず一匹。あぶね。まだ居抜いてくるよ。まったく何匹いるんだこれ。雷の弓矢ばっか。もう近づくのも面倒なので普通に弓矢で仕留めます。それがいいと思うよ。こんな一般モブなんぞ。リト族に引けを取らない技術の前には無力です。まあそこまですごくないけどね。冷めてますねー。まだまだ雷の矢を撃ってくるモブはたくさんいますが、動きながら狙いを定めればまあ大丈夫だと思うんで、はい、こんな感じ。矢はたくさんあるもんね。あらゆる店に訪れるたびに矢は買い占めてますからね。それ、三本弓矢はやっぱり便利。次のターゲットは？発見。この通りです。あと右側にもう一匹いたような気もするんですが。ちょっと遠いね。これぐらいかな？よし、ビンゴ。さてもう一発。よし、これでみんな片付いたんじゃないでしょ。え、こいつらさっきからいた？さあ、まだいたのかよ。まあカメレオン仕留めるだけなんで簡単です。はい、時間差攻撃。槍をいただいてそのまま攻撃。いいね、なんかうまくサイクル回してる。これはずっと私のターン状態ですね。はい、また突っ込んで槍をついていく。隣のやつが鈍いのでよかったで。あ、危ない。おー、危ない。確かにコースの強襲攻撃結構当たらないですよね。そうなんだ。しかしこのカメレオン2体同時相手はきついので、燃やして動きを止めましょう。ついでにウルボが去りたい。能力発動しなかったよ。ロッドは別なんでしょうか。予想以上に燃える。上昇。おらー。当た
らしい攻撃。確かに初めて見た。そして今奴は隙だらけです。槍で追撃しましょう。ほれー。そこ投げるのね。どうせ壊れかけですし、そして棍棒に持ち替えてー。投げる投げる投げる。痛い。え？あんな暴れ技持ってるね、こいつ。見失ってる瞬時に上昇。おらー。当たった。ちょっと外れたので威力は微妙ですが、何かチクってる感じしません。頑張ろうとしてるのはよくわかるよ。なんでその低いテンションなんですかね。てか最近テンション低くない？ほら、ムジュラとかやってた時もっとはしゃいでたやん。そうだっけ。マジでマジで。はい、凍らせてからのビッグブーメラン。せーふ、やっとここら一面のカメレオン全部仕留めましたね。牛豚も一匹いましたが普通に仕留めました。宝箱あるよ。ほんとだ。しかもそこそこ良さそうな見た目ですやん。やった？ルピーゲット。そして何か、すんごいパワースポットに来たようです。勇気の泉だって。何かまた、特別な能力もらえるんじゃないでしょうか。無双とかムジュラとかバージョンの大妖精が出てきそう。祈ったらいいの？とりあえず祈ります。お、フロドラの鱗ですか。そんなん持ってたっけ？この前拾ったのは確か別の竜だった気がするんですが、あるかな？あ、あった？ありました。いつの間に取ってたのそれ。いやーほんとたまたま。これをここに投げるの？大きかった。正解のようですね。吉女神ハイリア様、新しい能力を私にくださーい。でもこれってここらチャレンジだったよね確か。あ、もしかしてその先は？はい、ホコラでした。能力じゃなくて残念。まあホコラでもいいんですけど、言うてカメレオン数匹ぶちのめしただけですからね。はい、ホコラチャレンジクリア。鱗はなくなるの？なくなるっぽいです。ちょっと惜しいです。そしてあとは普通の女神像になるんですねこれ。というわけで祠の中は祝福だ祝福。最近祝福率高いですね。さてこの中身は槍ゲット。まあ無事神話の謎が解けて何より。ちょっと休憩です。馬宿に帰ってきたよ。おーよしよし。え？そうなの？いや記憶にございませんか。あれなんかいつの間にかイベントクリアしたようです。人参ゲット。まあ低能な豚を見ると反射的に殲滅してるので、いつの間にかみんなの役に立つかったのかな。お？あれ？死んだ馬が生き返る？え、何それ？おばあちゃんその話詳しく聞かせてください。マジで？本当かな？このおばあちゃん何を根拠に本当よって言ってるのかわかりませんが、とりあえずこれは調査するしかありませんね。でもどこにあるのかな？それって。ここら辺の近くにあるって言ってましたし。って。バシンコ？いやもうこれここしかないですやん。それじゃあそこに決まり。ここに一つ盛り上がってるところがいかにも怪しいですねー。早速向かいましょう。よしここかな？そこの台に立ったらなんか出てきそう。そうですよねー。しかし出てきません。ってあの輪っかは。やっぱお前か。普通に橋を渡れば霊のつぼみが。大妖精なんじゃないの？はい。いつものノリですね。ルピーいるよルピー。わし？なんか口調が安定してないですね。うん。訂正してないところもおかしいようなおかしくないような。はい、案の定結構な額のルピー。でもやっぱここが馬の髪のところなんだね。中身はあのおばさんお姉さんなんでしょうか。そうかな。まあルピーは余裕あるので渡します。はい、この強引な取り方ももはや恒例。もうそろそろ復活するよ。放送禁止用語が出てこなければいいのですが。中身は？うわぁ、毒っ気しか感じない。それです。まあ今までの大妖精も似たようなもので。はい、結構綺麗な手してます。普通に化け物が出てきた。今首一回転しましたよね、スタルキッドみたいに。は、はい。お、お馬を早く生き返らせろ。ひ、じゃーん、助けてキャハハ。冗談でした。なんか急に元気になりましたねあんた。は、はい。不注意にも不注意にもフランちゃんを死なせてしまい。してないしてない。決して面白がったりはしていません。これも冗談。冗談なんかい。今のは逆に冗談で済ましちゃいけないような気もするのですが。は、はい。じゃーん、冗談でした。この短期間で冗談3回目かよ。はい、フランちゃんです。生き返らせてください。そうです。あれは不慮の事故。防げた事故だと思うけどねあれ。お、大馬さん優しいです。喧嘩ばっかりふっかけてくる人間とかとは違いますね。はい、お願いします。追加料金は？え？いや、オプション追加料金なんて紙にはありません。
寄らなくても。あ、光が差し込んできた。お、これは。来た、フランちゃーん。会いたかったーん。ありがとうございます。首が一回転する神様。普通に優しい神様だったね。ひー、気をつけまーす。冗談でした。またかよ、別に無理して冗談言わなくてもいいのに。さて、墓地は消えたの？墓地？はてそんな馬は知らんな。これはひどい。おう、フランちゃん、なんかいつもより可愛く見えるのはなんででしょうか。そのつぶらな瞳といい、前より可愛がっちゃいそうです。さてそれじゃあ次回からまたフランちゃんに乗って流れるでござる。カオル殿。は？ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。はい、いつものテンプレ流しまーす。フランだよ。サイコブレイクですね、サイコブレイク。ヨウムが怖がるやつ。そら大概の人は怖がるっちゅうねん。でもこれやった後はヨウムのビビりマシになってきたよね。そらもう、ずっとやってたら少しはマシになりますよ。はい、チャンネル登録ボタン。タップかクリックして登録ぜひしてくださいね。本当にしてる？スルーしてない？まあこの手の宣伝は大体反応数パーセントですから。100% 目指そう、 100% やってくれるよね。できたらすごい。それじゃあ次回もまたよろしくね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。